皆さんおはようございます。ゴスペルアワー人生の証のお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉によって人生の問題から救われた体験談をゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー人生の証。ゴスペルアワー人生の証。ここからは証のお時間です。証とは、神様を通して癒された、救われた方々の体験談です。さあ、今日の証人のお話を聞いていきましょう。おはようございます。これからクリスチャンの偉人の証をします。それではプロフィールの紹介をします。山本角馬、会津藩鶴ヶ城下、現会津若松市で、砲術指南役の同志社創立者、新島城の妻、八重の実の兄。8歳から藩校日進館で文武を身につけ、砲術も習熟。22歳で江戸へ出て、佐久間象山や勝海舟らと交流が始まる。日進館で教えた後、蘭学城を開設。幕末の動乱を経て、官憲を建白し、近代日本の在り方を提唱する。京都府知事顧問として、京都の近代化に大きく関わる。同志社創立に尽力。これまで幕末、明治を扱ったドラマは、ほとんど登場してこなかった山本角馬。実はすごい人だったのです。2013年の NHK 大河ドラマ、八重の桜では、角馬の方が話題となり、ヒロインの八重よりもブレイクした感があります。角馬は近代京都の基礎を築き、文明開化以降の日本の行くべき方向を指し示した影の功労者と言っていいでしょう。京都府顧問になった時、すでに失明し、思うように歩行もできなくなっていました。その体でなお府会議員に選出され、初代議長を務めたのですから、いかに実力と人望があったかが伺い知れます。彼がもともと幕府側の会津軍の砲兵隊指揮官だったことです。鳥羽伏見の戦いで、倒幕派である新政府軍の薩摩藩に捕らえられたとき、すぐに処刑されてもおかしくない人物でした。しかし、かねてから薩摩藩の西郷隆盛や小松帯刀ら重臣たちと面識があった角馬は、それなりの扱いを受けたのです。京都の藩邸内の有志中の1868年明治1年、彼が執筆、提出したこれらの明治政府の在り方を示した官憲という憲白書で、その見識の広さ、高さが明治政府に認められます。そこには政治、教育、軍事、国体、産業、女性の教育ほか、
あらゆる面から新しい日本が目指すべき指針が記されていました。そんな角馬がキリスト教に出会ったのは1875年明治8年の春、宣教医ゴードンから送られた天道祖言というキリスト教書によって、彼の魂は根底から激しく揺さぶられたのです。戦いに明け暮れる人生を送ってきた彼の辞書には、名の敵を愛せよというなどの言葉はありませんでした。感動のあまり、その本を45冊も買って方々に配ったと言います。イエスの十字架は仁義の印、天理の計りなり、イエスの罪をあがない賜うの道に至りては、その義、甚だし広し、確かに当時の士族に通じる言葉であるとともに、会津の果敢なラスト侍角馬にとって、まさに目から鱗が落ちる思いだったのではないでしょうか。ちょうど同じ頃、教育へ熱いビジョンに燃えた新島城との出会いがありました。角馬は学校設立の難しい交渉や手続きなど、全面的に協力しました。そして、薩摩藩とのつながりから、藩邸跡地を入手していた彼は、破格の安値でその土地を新島に提供しました。つまり自分のかつての融資場所が、同志社英学校スタートの場となったのです。失明、負傷したため、江戸に行かず、京都に残った角馬ですが、彼にしかできない様々な役割を京都の地で果たすことになりました。これで、山本角馬の人生の証を終わります。オンギチャインのゴスペル賛美をお聴きください。
仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ゴスペルアワー、人生の証。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。今日は聖書からこの言葉。第二コリント4章18節、私たちは目に見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。アーメン。はい、本日のメッセージをします。皆さん、この世の中には目に見えるものと見えないものがあります。目に見えるものはわかります。でも目に見えないものは何でしょう？ちょっと考えてみましょう。例えば空気、風、音などがあります。また自分の気持ち、思い、考えは目に見えないです。私の気持ち、腹の中は真っ黒で、とても人に見せられるものではありません。私の心が人に見えなくてよかったです。他にも神様、天国、地獄などたくさんあります。一つお話をします。タイトルは空っぽのプレゼントです。何年か前に友達から聞いた話です。クリスマスが近づいた時、3歳の娘が包装紙を何度も何枚も無駄にしていたので、お父さんはその娘を厳しく叱りました。貧しい生活を送っていたのに、その娘はクリスマスのプレゼントを包むための大切な包装紙で箱を作ってクリスマスツリーの下に置いたのです。叱られた娘はその箱を父親に渡しながら言いました。パパ、これはパパのためよ、と言いました。受け取った父親は箱を開けてみると、中は空っぽで何にも入っていませんでした。父親は娘に尋ねました。プレゼントは空っぽの箱だけかい、と。娘は目にいっぱい涙をためて父親を見上げて言いました。パパ、空っぽではないの。たくさんの私のキッスを入れたの、と。これは全部パパのためなの、と。父親は呆然としました。それ以来父親は娘からもらったその箱を大切に保管し、いつもベッドのそばに置いていました。そして元気を失った時、その箱を開けて、娘がどれほど大きな愛を持って自分のためにキッスを入れたかを思い出し、大きな慰めを受けたのです。こういう話でしたが、いかがでしたでしょうか。本日の聖書の箇所を見てみます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです、とあります。聖書は目に見えるものより目に見えないものが大切だと言っています。聖書は神様の言葉ですから、神様が目に見えないものが大切だと言っています。私たちにとって本当に大切なものとは何でしょう。私たちはいろいろなことを見ていると思っています。知っていると思っています。分かっていると思っています。でも本当のところ、私たちは何を見ているのでしょうか。何を知っているのでしょうか。どんな風に分かっているのでしょうか。そう問いかけてみると、様々なことを見ていない自分、いろいろなことを知らない自分、何も分かっていない自分に気づくはずです。私たちが見ていない、知らない、分かっていない。だからこそ学校に行って勉強するのだし、いろんなことを考えたり経験しなければならないのだろうと思います。しかしながら、昨今の学校ではこういうことをなかなか教えていないのではないかと思うのは私だけでしょうか。聖書では教会はイエス・キリストの体であると言っています。教会では目に見えない大切なものがたくさんあります。また教えてくれるところです。皆さんぜひ教会に行って本当に大切なものを自分で見て、心の目で見て感じ取ってください。教会には本当に大切なものがたくさんあります。そして神の言葉である聖書を開いて読んでください。聖書は開いて読まないと目には見えません。
でも開いて読むと、そこには目には見えなかった大切な教え、大切なことが山のようにあります。それを見つけてください。皆さんぜひ教会に行って、そして聖書を読んで、目には見えない本当に大切なものを知って、心に書き留め、それを実行するものとなりましょう。そうすればあなたは幸せな人生を歩むことができます。アーメン。Yeah.
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証はいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチは、あなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、依存症、統合失調症、金縛り、悪夢を見る、サーダカリ生まれなどの霊的な問題の相談を受け付けています。これらの問題にはほぼ悪霊サタンが関わっています。問題に悩まされている多くの人々が悪魔から解放される必要があります。私たちの教会では悪魔払いをやっています。病気や霊的な問題でお悩みの方は、毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っていますので、那覇市あけぼの3-6-24沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後2時からと午後7時半から2回行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは、那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 メールアドレスはinfo@betania.jp で、質問や相談も受けたまわっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、人生の証は毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。